マーシャル・ウォーレン・ニー・レンバーグは、アメリカ合衆国の生科学者、遺伝学者で、遺伝暗号の翻訳とタンパク質合成の研究で、ロバート・ W ・ホリー、ハー・ゴビング・コラナと共に1968年度の、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。1959年までに、オズワルド・アベリー、フランシス・クリック、ジェームズ・ワトソンらの研究によって、遺伝情報を保持する分子は DNA であることが、 明らかとなっていた。しかし DNA がどのように複製し DNA の情報がどのようにタンパク質に伝わりまたその過程で RNA がどのような役割を果たすのかは分かっていなかった。ニーレンバーグはアメリカ国立衛生研究所のハインリッヒヒマッシーと共にこの問題に答えようとした。彼らはウラシルのみで構成された RNA を作りこの RNA を DNA, RNA, リボソーム他タンパク質合成に必要な細胞装置を含んだ大腸菌の抽出液に加え、さらに余分な DNA を分解する DNA、分解酵素と5%の放射標識アミノ酸、95%の通常のアミノ酸を加えた。すると、放射標識されたフェニルアラニンを含む抽出液で得られたタンパク質に放射標識が見られた。 この実験によって遺伝暗号ウーはフェニルアラニンを意味することが明らかとなった。これはコドンの解読の第一歩であり、伝令 RNA の役割を初めて示した実験である。ニーレンバーグはこの実験で大きな注目を集めた。数年後に彼らは同様の実験を行い、アデニンだけからなる AAA はリシン、シトシンだけからなる CCC はプロリン、 グアニンだけからなる GGG は何も行動しないことを明らかにした。次のブレイクスルーはニーレンバーグの研究室の大学院生であるフィリップリーダーがもたらした。彼は運搬 RNA の配列を決定する方法を考案したのである。この方法によりコドンの解読は一気に進み、50のコドンの解読が終了した。コラナの実験によりこれらの結果が検証され、遺伝暗号は 完全に明らかとなった。ニーレンバーグは後に神経科学やホメオボックス遺伝子の研究を行った。ニーレンバーグはハリーとミネルバの子としてニューヨークで生まれた。彼は子供の頃にリウマチを患ったため、一家は熱帯性気候のフロリダ州オーランドに引っ越した。彼は生物学に興味を持ち、フロリダ大学で動物学を専攻し、1948年に 学士号、1952年に修士号を取得した。彼は修士時代にはトビケラーの生態学と毒性について研究した。そして1957年にミシガン大学で生科学の博士号を取得した。彼はアメリカ眼学会のフェローとして1957年にアメリカ国立衛生研究所で研究を始め、1960年に アメリカ国立衛生研究所所属の生科学者となった。1959年より DNA から RNA、タンパク質に至るセントラルドグマの研究を始めた。ニーレンバーグの画期的な研究が認められ、彼は1962年に生科学、遺伝学部門の責任者となった。1961年にはブラジルのリオデジャネイロ出身の科学者であるペロラ、 ザリッツマンと結婚した。彼女は2001年に他界した。2005年にコロンビア大学以下大学院教授のマーナ・エム・バイズマンと再婚した。1964年にリンドン・ジョンソン大統領より国家栄誉賞を授与された。2001年にはアメリカ哲学会の会員に選ばれた。ありがとうございます。